皆さんこんにちは、オカピー卓球ライフサポーターでございます。どうもどうも、お久しぶりでございます。皆さん元気しますか？僕はね、相変わらず元気でね、仕事もね、卓球も最近釣りもですね、ちょっと頑張ってるのか、なんかね、無心になれるんで、ちょっとね、ハマっちゃって、はい、やっております。で、今回の久々の動画はですね、なんとなんとオカピー卓球合宿のお知らせになっております。よっしゃーい、はい、ですね、日時なんですけども、9月の21日、22日月火でですね、どちらも祝日ですね、シルバーウィークなんですけども、こちらを日程で行いたいなというふうに思います。で、場所はこちら、こちらですよ。いつも動画を撮っているこの岡の卓球場で行いたいと思います。これ岐阜ですね。で、今回ですね、そのプランを立てました。いつもね、いつもっていうかまだ1回しかやってないんですけど、大阪講習会をやってですね、本来は大阪で講習会やりたいわけなんですよ。でもやっぱコロナの影響でちょっとね、行けないので、逆にこっち来てもらおうっていうふうにね、ピンポンパビリオンさんとちょっと考えました。ということで、ピンポンパビリオンさんご協力のもと、大阪からのこの岐阜ツアーですね、そのツアーの方を計画しました。で、こちらの方ですね、参加費は2万円になっております。この2万円の中には講習料と交通費と宿泊費が込まれております。で、こちらですね、締め切りが13日の日曜日ですね。あと1週間しかないんですよ、ごめんなさい。そう、1週間でちょっと決めてもらわなきゃいけないんですけども、こちらの方をよろしくお願いしたいなというふうに思います。で、大阪ツアーじゃなくて、直接こっち来るよっていう方はですね、で、なおかつ泊まりたいっていう方は、1万3000円でご用意させていただいております。で、いや泊まるのはいいや、講習だけでいいですっていう方はですね、1万円で設定をしております。で、日程の詳細なんですけども、まず1日目の21日はですね、13時から18日まで講習を行いまして、で、それからホテルの方にチェックインをして、その後懇親会ですね、そう、卓球談義花添えたり、いろいろですね、ご相談受けたりとか、僕の相談聞いてもらったりとかですね、ちょっとしたいなというふうに思っております。で、2日目22日はですね、朝9時ぐらいからかな、ぼちぼち始めて卓球講習をやって、そして P4 マッチの体験会を行いたいなと思います。で、この P4 マッチの体験会ですね、ただただ試合をするだけじゃないんですよ。僕がですね、僕も試合参加するんですけども、その中で参加者皆さんにそれぞれアドバイスができればいいのかなっていうふうに思っております。内容をですね、ちょっといろいろ考えとるんですけども、前回大阪講習会の時はね、フォアハンドメインでやりましたので、今回この合宿ではバックハンドメインでしつつ、応用編ですね、試合で使えるようにちょっと流れを持っていったりですね、あとは参加者の皆さんの意見をちょっと頂戴しながら、お互い意見を出し合ってですね、新しい案を作り出して皆さんで作り上げていく合宿ができればいいのかなっていうふうに思っております。こんな感じでちょっと初めて合宿やるんで、どんな感じになるかなって、ちょっと不安な部分もあるんですけど、楽しくやれればいいのかなって思います。あとね、やっぱここで僕の卓球場でね、やる利点がやっぱいろいろありましてね、バランスボードとかそういうのも全部フルセットでありますし、ゆっくりなんですけど、ゆっくり丁寧に中身濃くお伝えができるようになっておりますので、よろしくお願いします。定員ですね、定員は6人、そう、もう6人です、もうたったの6人で行います。もしこれが1人だったらめちゃラッキー。あ、1人だと P4 マッチができるな、なかなか、そんな感じでですね、最小人数でもやりたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひご参加ください、よろしくお願いします。でですね、先ほども最初に言いましたけども、
ピンポンパビリオンさんご協力のもと行っております。でお申し込みとお問い合わせはピンポンパビリオンさんの方までお願いしたいなというふうに思っております。こちらの概要欄の方にですねお問い合わせ先リンク先をね貼っておきますので、そちらの方からお願いします。はい、今回の動画はオカピ卓球合宿のご案内動画にさせていただきました。非常に楽しみにしておりますので、皆さんご参加よろしくします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。